こんにちは、アバブバイクストア須崎です。今日は、最近組んだ、ヘッドのホイール HED ヘッドウィールっていう会社のホイールを、ロード用とマウンテンバイク用組みましたので、ご覧いただけますのでどうぞご覧ください。ヘッドっていうと僕たちが、古くから知っているアメリカで製作されている、カーボンの、バトンホイールなんかを作られているブランドです。うちにも取り扱いがあるのがこういうふうな、これディープのホイールです。ディープホイールですね。でバトンホイールって言って、このスポークがカーボンで全部できてて、スリーバトンなんて言われ方しています。高いですよ。安くはないです。高いです。はい。でこれは後輪固定ギア、固定ギアみたいですね。こういう風な作りのものでバトンホイールっていうものがあります。で、今日紹介するのはいろいろマビックだったりとか、ヘッドだったりとか、いろいろホイールのブランドいっぱいあると思うんですよ。ホイールの、を主軸にしている会社さんっていうのはいっぱいあって、カーボンのホイール、リムがカーボンになってるホイールっていうのはやっぱり、血栓用として用いられることが多くて、そもそももともとはあんまりこう一般的なところではないのかなっていうふうなところだったんですけれども、やっぱりそれだけ使ってみると効果が大きくて、本当に最高にこう進むなっていうホイールとかにこう出会うとやっぱりこう楽しかったりするんですよね。でただ、マビックなんかもそうですけど、リム自体がアルミのものの方が全体の 60% 以上 70% ぐらいはおそらくアルミのリムの方が使われている率が高くて、一般的にも使われている率が高くて、結局アルミでアルミの株がついて、会社を担っているというか、その会社を形成している部分ではカーボンを使っているリムで固くなに守ってやっている会社はもう本当に NB ぐらいなんですよね。でマビックなんかでも7割売れてるのはアルミリムのタイプで、今日はヘッドのアルミリム組んでみたので、はい、これです。これはこうベルギウムって書いてあります。シクロクロス用として、作られているホイールっていうふうに考えていただいていいと思います。プラスなのでリムの幅が、そこまで広くないんですけれども、そうですね、25ミリちょっとぐらいのリム幅外です。なので、外側が25ミリなので、だいたい28ミリ以上の、タイヤとかで測れるとよろしいかなと思います。25でも履けるとは思いますけれども、結構タイヤ引っ張らないといけないので硬くなるとは思うんですよね。はめるのが硬くなると思います。それで、このホイールに関しては、ビットリアのコルサを使っています。マッチング取れているので、このリムには、28ミリ幅のビットリアのコルサは非常に調子よくって、こんな、ね、音がします。はい、前輪も組みました。こんな感じです。今回はもう純粋なロードバイクとして、組んであります。28ミリのタイヤ幅に25ミリのリム幅を使っています。なぜ広いリム幅のものを使うかというと、太いリム幅って言っても25ミリなんですけど、25ミリ幅のものを使うとパンクしづらくなるんですよね。タイヤのカーブがすごくしっかり取れていて、
細いもの、リム幅が細くてタイヤがブヨンってこう横に膨れてつくよりかはやっぱりタイヤの健康状態がキープできるのですごくパンクしづらくなる。これはもう実際実証取れてるような感じのところなので、もちろん空気圧とかそういうものはまた置いておいてですけれども、かなりパンクリスクが低くなります。もし使われてない方がいたらちょっと意識して選ばれてみてください、はい、見た目もいいですよね、うん、でここにマークが入っててこんな感じです。で、リムの構造はチューブレスレディなんですけれども、チューブレスレディとは言っても、まあね、本当これ言っていいのかなって思うんですけど、タイヤの、会社の出しているチューブレスレディっていう風な規格、それと、ホイールの会社が出しているチューブレスレディっていう規格、同じエトルトで 700C で規格されてるんですけれども相性っていうのがあります。で、このヘッドのベルギウムに対してマーベラのチューブレスレディはつきませんでした。ビードに上がりませんでした。結構苦労してどんなものでもある程度は上がるんですよね。で、気合い入れてやればもう本当バースト覚悟でやるんですけど、相性がやっぱりあります。その相性みたいなものが、今回のものに関して言えばマーベラと、互換が取れないっていうのがはっきり分かりましたので、マーベラではダメだったんですけれども、このヴィットリアのコルサでは、取れました。要は個体差が、ブランドによっての個体差、同じ 700C でもエトルトでも結構個体差があります。はい、そしてこれは、ヘッドの新しいリムで組みました。エロイカっていうリムですね。エロイカっていうリムはもうその名の通りグラベルを意識した作りで、リム幅がこれは30ミリあります。その30ミリの中で、外側にね、両方ともこれに関して言うと外側にこうちょっとエッジがついている、このエッジがついていることで、ホイール自体の硬さみたいなものが末端にまで行っても硬さをキープしているような雰囲気を僕はホイールを組んでて感じました。両方とも僕が手組みでこれもこれも組んだんですけど、ヘッドのホイールって結構質量があるんですよ。質量があるって言い方分かりづらいですよね。ちょっと重いんですよ。特にこっちのロード用のやつは、こっちはシクロクロス用っていう風に最初に歌ったところもあって少し重いです。400リムだけの重さで480ぐらい、70か80ぐらい確かありました。たった 20g 30g なんですけれども、その重さは結構そうですね、それなりに感じるんじゃないかなとは思います。ただアルミで460、70、80、この辺はある意味450より50グラムはちょっと大きいけど80ぐらいまでは許容かなって感じます、僕が考えている中で。で、結構やっぱりしっかりと組めてる感覚を得られました。両方ともこっちが DT で組んで、こっちが DT の、コンペで、こっちがサピムの、レースっていう風な感じで組んであります。僕のテンションガチガチなんですよ。そうで、こういうガチガチで組んでもリムが負けないぐらいやっぱりしっかり硬い感じです。で、そうですね、タイヤをつけてみると割とよく組めてるなっていうのも思うし、多分乗って感じていただける部分でもものすごく進むなこのホイールって感じていただけると思います。で、そう、エロイカ新しいリムです。これはベルギウム
そう、さっきのこのベルギウムっていうやつの新作でエロイカっていうものなんですけれども、エロイカはリム幅広くてちょっと新構造になってて、こっち側はリムブレーキ用、リムブレーキ用の方はシルバーになってますよね。こういうところがあのブレーキトラックがしっかりついてますけど、こっちは当然ディスクブレーキ用、マウンテンバイクなのでディスクブレーキ用なんですけれども、これが30ミリ幅もあるのに 700cc で 450g、 さっきのブレーキトラック付きのやつより軽いんですよ。そう、新しい構造になっていて、このタイプのリムブレーキっていうのは残念ながらありません、ないんですけれども、はい、とってもしっかり、こっちのロード用のやつは組めてて、で、ね、こっちはチューブレスで組めてます。両方ともチューブレスレディなのでチューブレスで組めるんですけれども、ハブはねインダストリー9で組んでます。スラム用なんですけれども、悪い音する。はい、何のちらかもう忘れましたけど、ハイドラっていう、マウンテンバイク用の、カセットがついています。すごい音しますよね。これめっちゃ走ると思うんだよ。そう、ホイールを組んでてスポークを押さえながらニップル回しでこう回しながらテンションを取っていくんですけど、そのテンションを取っていくときにスポークがこう筋がビュッて通る瞬間があるんですよ。もうなんかみんな組まないからなかなか分かんないと思うんですけど、ギュッてこう組めてパシッとこうセンター出て、フレもなくなったタイミングで、まあなんか僕の中だけで意識しているところかもしれないですけど、こうなんか血が通った瞬間というか、血がビューってこう走ったような感じの瞬間があって、なんかこうこのホイール僕もまだ使ったことないのであんまあれですけど、ただなんもう本当に年間で何百本も組ませていただいている中で、かなり感動した、はい、作り と、クオリティを持ってるなっていう風な印象を受けました。で、多分僕もこれちょっと使ってみようかなと思います。すごくこのエロイカっていうモデルに関して言うと軽くて硬くて、カーボンほど高くない、アルミのリムでは結構高いです。25,000円だったっけ。いや、ちょっとねすごくいいのでおすすめしたいと思いました。ごめんなさい、23,000円プラス消費税だから、まあだいたい25,000円ぐらいになっちゃうんですけど、23,000円、1本23,000円します。で、28ホール32ホールをご用意していて、 700cc と 650b があります。なので、650b でディスクで組むみたいなものとかも当然できますし、700で、お組みいただくこともできます。で、こっちのベルギウムの方はスタンダードなこのタイプと、リム幅が、25ミリのタイプと、ブレーキトラックがついている、ロードのタイプもしくは、ディスクのタイプ両方あります。両方ありまして、ホール数が24ホールっていうのも存在します。だからたくさんは取ってないので、24ホール、28ホール、32ホールで、ご用意が 700cc の場合はご用意ができると思います。で、650b のものに関して言うと、 650b のタイプは、28と32ホールがご用意できますので、このロードバイクのでも使える、
ブレーキトラックがついているタイプの、このベルギウムプラスは、19,500円で、24ホール、これは、取り寄せになります。28ホール32ホールでご用意できます。 650B は28ホール32ホールです。他のお店さんだと少し、3,000円とか4,000円とかで売られてますけど、うちは一応頑張って19,500円で販売させていただいてます。ホイール組みたいっていう方がもしいらっしゃいましたら、ぜひご検討ください。詳しくは下の概要欄の方に詳細を載せておきます。でそちらの方を確認してご覧になってください。ロードバイクでお使いになる方はこのベルギウムプラスがいいと思います。これだったら、グラベル遊びもディープなところじゃなくて、それちょっと今度説明しますね。フローチャート作って、グラベルって一言で言ってももうタイプが多種多様にあるので、そこをフローチャートつけて、皆さんにご説明しようかなと思っております。僕が直感的にいいなって思ったものの中で、僕たちが販売しているウィキッドのホイール、もちろんいいんですよ、いいんですけど、それ以上にこれは僕たちではなかなかできないな、さすがこのぐらいの価格帯で作っているブランドだなっていう風な雰囲気がありますね。はい、皆様の、ご相談お待ちしております。